耳から学ぶ。シルバーバーチは語る。12章、死後の世界。1、危機物語。私たちがお届けする霊の世界からの贈り物を十分に理解なされば、私たちをして、こうして地上へ降りてくる気にさせるのは、あなた方のためを思う気持ち以外の何者でもないことが分かっていただけるはずです。一体、誰が、ただの水鏡で、素晴らしい光の世界から、この地上界へ降りてまいりましょう。あなた方は、まだ、霊の世界の本当の素晴らしさを知りません。肉体の牢獄から解放され、痛みも苦しみもない、行きたいと思えば、どこへでも、一瞬の間に行ける、考えたことが、すぐに、形をもって眼前に現れる、追求したいことに、いくらでも専念できる、お金の心配がない、こうした世界は、地上には例えるものがないのです。その楽しさは、あなた方は、まだ一度も味わったことがありません。肉体に閉じ込められた者には、美しさの本当の姿を見ることができません。霊の世界の光、色彩、景色、樹木、小鳥、小川、渓流、山、花、こうしたものがどれほど美しいか、あなた方はご存じない。それでいて、なお、死を恐れます。人間にとって、死は、恐怖の最たるもののようです。が、実は、人間は、死んで初めて生きることになるのです。あなた方は、自分では立派に生きているつもりでしょうが、実際には、ほとんど死んでいるのも同然です。霊的なものに対しては、死人のごとく反応を示しません。小さな生命の灯火が、粗末な肉体の中でちらちらと輝いてはいますが、霊的なことには一向に反応を示しません。ただ、徐々にではあっても成長はしています。私たちの働きかけによって、霊的な勢力が物質界に増えつつあります。霊的な光が広まれば、当然暗闇が後退していきます。霊の世界は、人間界の言語では表現できない面があります。例えるものが地上に見出せないのです。あなた方が死んだと言って片付けている者たちの方が今では生命の実相についてはるかに多くを知っております。この世界に来て芸術家は地上で求めていた夢をことごとく実現させることができます。画家も詩人も思い通りに才能を発揮することができます。地上の抑圧からすっかり解放され、天賦の才能がお互いのために使用されるようになるのです。そこで使用される着想の素晴らしさは、ぎこちない地上の言語ではとても表現できません。心に思うことが、すなわち霊の言語であり、それが電光石火の速さで表現されるのです。金銭の心配がありません。生存競争というものがありません。弱者がいじめられることもありません。霊界での強者とは、弱者に手を差し伸べる力があるという意味だからです。失業などというものもありません。スラム街もありません。利己主義もありません。宗派もありません。経典もありません。あるのは大霊の摂理だけです。それがすべてです。地球圏へ近づくにつれて、霊は思うことが表現できなくなります。正直言って、私も地上界へ戻るのは気が進まないのです。なのに、こうして戻ってくるのは、そう約束したからであり、地上界の啓蒙のために少しでも役立ちたいという気持ちがあるからです。そして、それを支援してくださるあなた方の私への死後の念が、せめてもの慰めとなっております。死ぬということは決して悲劇ではありません。むしろ、今、その地上で生きていることこそ、悲劇と言っても良いくらいです。大霊の庭園が利己主義と強欲という名の殺草で足の踏み場もない状態となっていることこそ悲劇です。死ぬということは、肉体という牢獄に閉じ込められていた霊が自由になることです。苦しみから解き放たれて、霊本来の姿に帰ることが、果たして悲劇なのでしょうか。天上的色彩を見、言語で、説明のしようのない天上の音楽を聴けるようになることが悲劇でしょうか。痛むということを知らない体で、一瞬のうちに世界を駆け巡り、
霊の世界の美しさを満喫できるようになることを、あなた方は悲劇と呼ぶのでしょうか。地上のいかなる天才的画家にも、霊の世界の美しさの一端なりとも絵の具では表現できないでしょう。いかなる音楽の天才にも、天上の音楽の旋律の一つたりとも表現できないでしょう。いかなる名文家にも、天上の美を言語で表現することはできないでしょう。そのうち、あなた方も、こちらの世界へ来られます。そして、その素晴らしさに驚嘆なさるでしょう。地上は、今まさに5月。木々は新緑に輝き、花の香りが漂い、大自然の恵みにあふれております。その増加の美を見て、皆さんは感嘆なさいます。しかし、その美しさも、霊の世界の美しさに比べれば、至ってお粗末な、色あせた模索程度に過ぎません。地上の誰一人として見たことのない花があり、色彩があります。その他、小鳥もいれば植物もあります。小川もあれば山もありますが、どれ一つとっても、地上のそれとは、比較にならないほど美しいのです。そのうち、皆さんも、その美しさをじっくり味わえる日が来ます。その時は、いわゆる幽霊になっているわけですが、その幽霊になった時こそ、本当の意味で生きていることになるのです。実は、あなた方は、今でも毎夜のように、霊の世界を訪れているのですよ。ただ思い出せないだけです。この体験は、死んでこちらへ来た時のための準備なのです。その準備なしにいきなり来ると、ショックを受けるからです。来てみると、一度来たことがあることを思い出します。肉体の束縛から解放されると、睡眠中に垣間見ていたものを、全意識で持って見ることができます。その時、すべての記憶が蘇ります。